ドリーム戦1号艇部筋間誠選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2022年後期の勝率、そしてダービーの選出勝率ナンバーワンと、ね、はい、いうことですけれども、はい、この1年そして半年といい流れで来てらっしゃいますか？はい、いやそうでもないですね。まあ、勝率もたまたまですし、今節はまずは昨日全県で乗った印象というのはいかがだったんでしょうか？そうですね、ゴールデンウィークそんなに覚えてないんですけど、その時よりもすごく悪くなってると思います。そうですか、はい、特に気になった部分というのはどのあたりだったんですか？行き足がもう全くないので、スタートも届かないですし、ちょっとね途中で、何回も転覆があったりとかして、ちょっとねあまり良くない方向に行ってるのかなと思います。改めて今朝の特訓や足合わせの感じはいかがだったんですか？良、はい、くなかったです。はい、昨日からの変化というのはいかがですか？まあ、少し上向いてはいるかなと思うんですけれども、まあ、プロペラも、時間かけて叩けてませんし、はい、まあ、いろいろとやっていきたいなと思います。いや、地元でいい流れを引き寄せていただきたいと思います。はい、それでは最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、暑いですけども、暑さを忘れさせるぐらい暑いレースをしたいと思いますので、ぜひ、ね、本場の方で遊んでいってください。ドリーム戦2号艇土屋智則選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今節の後は8月には、メモリアル初出場も決まって、はい、ダービーの出場も決まりましたけれども、はい、研究はリズムなどは土屋選手いかがですか？はい、いいと思います。そうですか。その中での今節は75号機ということですけれども、はい、まず昨日全権で乗った印象というのはいかがですか？特訓ぐらいしかしてないんであんまり乗ってないんで分かんないんですけど、あんまり悪い感じはしなかったです。あ、そうですか。その起こしとかスリットに向けての船足が悪くなかった感じ？気になるところはあるんですけど、はい、全体を通しては良かったかなとは思います。あ、そうですか。はい、その気になるところというのは具体的にはどんなところだったんですか？やっぱり起こしの重さだったりは多少はあるんですけど、はい、それを差し引いても、しっかりとしてたかなと思います。じゃあ船足自体はしっかりしているのかな、ね、という印象なんですね。はい、田地元での、ドリーム戦ということになります。最後にゲストの皆様に今節の意気込みをお願いいたします。はい、最終日まで精一杯頑張ります。ドリーム戦3号艇関博也選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今年はここまで5回の優勝、そして、今後はメモリアル、そしてダービー初出場が決まりましたけれども、リズムとしては今年の流れなどいかが感じていらっしゃいますか？そうですね、一応勝率も今までで一番取れてますし、はい、優勝も今年5回させていただいて、リズムはとてもいいと思います。その中で今節は、地元での戦いになりますけれども、今節は65期ということですけれども、まずは全権で乗った印象というのはいかがだったんでしょうか？回ってないのは多分みんな回ってないんだと思いますけど、はい、ちょっと伸びは良さそうな気はします。うん、はい、そうですか。そこから何か作業というのは進められたんですか？そうですね、ちょっと最近走ってるような形に叩いて、でそれで昨日乗ってみて少し伸びがいいかなって思ってて、やっぱり、出足回り足はとても違和感があるから、それをちょっと修正しないと、レースには使えないというか、ちょっと行きたくないかなっていう足。そうなんですね。はい、じゃあ今日のレースに向けてというのは1回乗りになりますけれども、やっぱりその出足やレース足の分もしっかり求めてという調整になりそうですか？そうですね、その違和感がなくすれば、はい、行き足とか伸びはちょっといい気がするんで、はい、それを少し活かせるような、仕上がりにしたい。新入ですけれども、少し動きがありそうなメンバーのドリーム戦ですけれども、はい、新入に関しては今の段階ではいかがお考えですか？できればダッシュからなって思ってるんですけど、はい、一番いいのは、4コース稼働で行けたら一番いいですけど、はい、やっぱりその船足も活かせるような感じはするんですよね。でも離れがちょっと分かんないから、離れずっちゃったらやっぱりちょっと厳しいですからね、はい、だからしっかりそこも合わせていけたらなって思うんですけど、はい、はい、分かりました。さあ、それでは最後に今節の意気込みを地元の、ゲストの皆様にお願いいたします。はい、ご無沙汰してます。フレームだけ気をつけて、優勝戦乗るように頑張ります。ドリーム戦4号艇江口昭雄選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。元でのレースということになりますけれども、今節は51号機ということですけれども、まず昨日前傾で乗った印象というのはどうだったんでしょうか？全体に良くなかったです。作業としては昨日から結構いろいろされたんですか？いや、もう思い切ってプロペラ今叩いて、はい、で乗っているところです。
プロペラ叩いて朝乗られた雰囲気というのはどうですか？体感としては、まあ、普通になったかな、近づいたかなっていう感じですかね。あ、そうですか、はい。さあ、このドリーム戦は4号艇ということになりますけれども、コースに関してはいつも通りの動きになりますか？そうですね、いつも通り、はい。わかりました。それでは地元でのドリーム戦となります。最後にゲストの皆様に意気込みお願いいたします。はい、精一杯走ります。ドリーム戦5号艇椎名豊選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。SG オーシャンカップ優勝しての、地元凱旋ということになりました。桐生、はい、優勝、そしてオーシャンカップ優勝して、そしてこの桐生ということになりますけれども、はい、いい流れで来られてますか？そうですね、はい、はい。さあ、そしてですね、今節は20号機ということですけれども、うん、昨日全権で乗った印象というのはいかがだったんでしょうか？ちょっとターンの感じとかはまだ分かんないですけど、うん、スタートの届きやすさとかは良かったですね。あ、そうですか、うん、それはもう起こしから起こしからスムーズに来ました。あ、そうですか、はい。さあ、地元の応援お盆レースということになります。最後にゲストの皆様に今節の意気込みをお願いいたします。優勝戦のレリーを精一杯走ります。ドリーム戦6号艇久田俊幸選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。近況は3連続優勝、そのうち2回が優勝ということですけれども、はい、近況はリズムとしてはいいリズムで来てますか？そうですね、リズムは悪くないんですけど、はい、ちょっとエンジンは引き出せているかどうかはよく分かんないです。あ、そうなんですね、はい。その中での今節は61号機ということですけれども、まずは昨日全権で乗った印象というのはいかがだったんでしょうか？ちょっと回転が足りない感じですね。そのあたりは昨日から今日にかけては作業なさったんですか？そうですね、全権終わった後に叩きました。あ、そうですか。それで改めて朝の雰囲気というのはいかがだったんでしょうか？まあ、一応これでもいいかなと思うんですけど、はい、もう少し上げたいなという感じです。そしてスリットに向けての起こしや船足の感じはいかがだったんでしょうか？昨日はちょっと起こしが悪くてちょっと安定しなかったですね。そのあたりも含めての調整ということになりそうですかね。はい、わかりました。さあ、ドリーム戦は6号艇となります。最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、なんとか乗せてもらえたんで、お外ですけど頑張ります。